スティーブ・ライヒはミニマル・ミュージックを代表するアメリカの作曲家。母は女優のジューン・キャロル。イフ・テイに作家のジョナサン・キャロル。ドイツ系ユダヤ人移民の父親と統計、ユダヤ人の母親の子として生まれる。最小限に抑えた恩恵を反復させるミニマル・ミュージックの先駆者として、現代における最も独創的な音楽思想家と評される。 同じ言葉を吹き込んだ二つのテープを同時に再生し、次第に生じてくるフェーズのズレにヒントを得て、イッツ・ゴナ、レイン、カム・アウトなどの初期の作品を発表。1990年、18人の音楽家のための音楽、ホロコーストを題材にした、ディファレント・トレーンズにより二つのグラミー賞を受賞。1993年には、21世紀のオペラは、こうあるべきと評された。 ザ・ケーブ洞窟マイナスを発表した。2006年第18回高松の宮殿下記念世界文化賞の音楽部門を受賞。2009年ダブルセクステッドでピューリッツァー賞音楽部門を受賞。2008年度の竹光徹作曲賞審査員を務め18人の音楽家のための音楽の自作自演を行った。なお日本国内ではドイツ語式に 来日と表記されるが、本国アメリカ合衆国では、一般的に来週または来クと発音される。主事のインタビューやコンサートトークにおいて、本人は来種と発音している。ただし最近の TV 番組などでは、ナレーターなどによりあえて来日と発音されるケースもある。来日は1957年に、コーネル大学哲学科で学士号を取得した後、 1958年から1961年までニューヨークのジュリアード音楽院に在籍し、ウィリアム・バーグスマラに指示。1961年から1963年まではカリフォルニア州のオークランドにあるミルズ・カレッジでルチアーノ・ベリオとダリウス・ミオーの下で学び、修士号を取得した。来日の作品、特にドラミングではアフリカ音楽の影響が色濃く、 ライヒは特にエイム・ジョーンズによるガーナのエベ族に関するアフリカ音楽の研究から影響を受けていた。やがてライヒはドラミングの研究のためにガーナを訪れるようになり、1970年にはガーナ大学アフリカ研究所でドラミングを集中して学んだ。また、ライヒは1973年から1974年にかけてシアトルで バリ島のガムランの研究も行った。さらにユダヤ人としての自らのルーツを探るように、ヘブライ語聖書の伝統的な英称法を学ぶことで、言葉が生む旋律を再発見していく。ドラミング以降、ライヒは自分自身が先駆者であったフェーズシフティングの技法から離れ、より複雑な楽曲を書き始める。彼は他の音のオーグメンテーションのようなプロセスを用いる方へ移行する。 マレット楽器、声及びオルガンのための音楽のような作品を作曲したのはこの時期である。特に、ポーオルガンズではオーグメンテーションが用いられており、1967年に作曲されたスローモーションサウンドはそのプロトタイプとも言える。この曲は演奏されたことはないが、録音された音や声を音程も音質も変えずに、 音を元の長さの数倍になるまで遅く再生するアイディアは、フォーオルガンズでも採用されている。その結果、4台のオルガンがそれぞれ特定の八分音符を強調しながら、イレブンスの和音を奏で、マラカスがテンポの速い八分音符のリズムを刻む、立体的な音の空間を持った曲が出来上がった。リズムが変化し、繰り返される手法が使われている。この曲は、 初期の来ヒの作品が循環的であるのに対し直線的である点外質で特徴的である。1974年には来ヒは来ヒを知る大多数の人々から重要であると位置づけられる作品18人の音楽家のための音楽を書き始めた。初期の作品の持つ作風へ戻りつつもこの作品には多くの新しいアイディアが含まれている。 曲は11のコードのサイクルを基本としており、それぞれのコードには短い曲がそれぞれ割り当てられ、曲の終わりには元のサイクルへと戻っていく。セクションはパルセズ、セクション IX、再びパルセズと名付けられている。大比にとっては大人数のアンサンブルのために書いた初の試みであり、演奏家が増えることによって音響心理学的な効果はより大きなものとなり、 その効果に夢中になったライヒはもっとこのアイデアを探求したいと語っている。また、ライヒはこの作品は過去に書かれたどの作品よりも最初の5分間に含まれるハーモニーが豊かであるとも語っている。同じ年にライヒは彼自身の哲学、美学、1963年から1974年の間に作曲した作品についてのエッセイが 収録された本、ライティングス・アバウト・ミュージックを出版した。2002年には、ライティングス・オン・ミュージックとして、新しいエッセイが収録された本も出版されている。1976年から1977年にかけては、第日は、ドイツ系ユダヤ人である自らのルーツを探るように、ニューヨークとエルサレムにて、ヘブライ語聖書の伝統的な英称法を学んだ。 1981年に作曲されたディヒリームはヘブライ語で詩編もしくは参加を意味するタイトルが示す通りヘブライ語のテキストを女性が歌い上げる4部に分かれた曲である。1988年にはクロノスクアルテットのためにディファレントトレーンズを書き下ろす。この作品においてライヒはインタビューで録音された古い肉声を使用しており、 その肉声が奏でる音程に合わせて、弦楽器のメロディーが反復され、加速するといった新しい手法を用いている。曲は三部に分かれており、第二次世界大戦前のアメリカ、第二次大戦中のヨーロッパでのホロコースと、戦後のアメリカにおける記者の旅が、汽笛の音を散りばめながら描かれている。1990年に、来ヒはこの作品において、 グラミー賞最優秀現代音楽作品賞を受賞する。1993年には、ライ日は、妻で映像作家でもあるベリル・コロットとオペラザ・ケーブにおいてコラボレーションを行う。このオペラでは、彼はユダヤ教、キリスト教、イスラム教のルーツを探っている。テクニックは、チェコ人作曲家のヤナーチェックの発話戦律と全く変わらないが、 財布された旋律を電子キーボードとマイク増幅された、ボーカルで2度3度と繰り返すために、ライヒ色は失われていない。ライヒとコロットは、飛行船、ヒンデンブルク号の惨劇、ビキニ干渉での核実験、そしてより現代的な出来事、特に、クローン羊ーを取り上げた、オペラ、スリーテイルズでも再度コラボレーションを行っている。テクノミュージックやエレクトロニカのアーティストたちにも多大な、 影響を与えており、来日自身もテクノに興味があることをインタビューの中で述べている。1999年には来日公認のプロジェクトとして来日の楽曲を9人のテクノのアーティストたちがリミックスした CD、来日リミックス度が発表される。日本からは竹村信一、ケンイシーが参加した。完成された楽曲は一旦来日のもとへ送られ、 曲によっては作り直しを命じられたこともあり、実質的に来日が監修した CD であると言える。ありがとうございます。